こんにちは。日本のマスコミではあまり報道されていないだけど知っておくべき世界のニュースを分かりやすく解説するコーナー、ニュースチューブです。世界の経済や株価や FX に影響を与えそうなニュース、また世界の平和を脅かすようなニュースの表話とたまに裏話もお届けします。今回ですね、また中国のお話なんですけれども、対中関係ですね、のお話と、あと中国だけじゃなくてですね、インドとかレバノンでも停電が起きているというお話をさせていただこうと思います。はい、ではその本題に入る前に一つだけ神尾 TV からの超重要なお知らせをさせてください。今はですねこのコーナーでコロナに関連してもね、いろんなやっぱ裏話とか、ワクチンの話とかいろいろやってたんですけども、 YouTube さんからめちゃくちゃ怒られまして、今別の SNS でやっております。つい最近ね、 YouTube も正式に規約としてですね、 その辺の話をしちゃダメということが出ましたので、もう絶対できなくなってしまいました、さらにはですね、 YouTube でヤバすぎて削除されてしまった動画もあるんですけども、それもそちらの SNS で復活させてます、メルマガでのみ動画見る方をお知らせしてます。 YouTube ね、本当もうこれ以上言えませんので、見逃さないためにもまだの方はぜひメルマガの方登録しておいてください。お願いします。動画欄に貼っております。もちろん一切費用ありません。完全に無料です。そしてその削除された動画の内容は絶対大に私言っておいてほしいお話となっております、特に女性の方は必ず一度は見ていただきたい内容となってます。ちょっと面倒くさいんですけども、 YouTube の規約の関係で YouTube ではリンクもお知らせできないという決まりになっておりますので、お手数をおかけしますが、目の前の登録をお願いいたします。お願いします。でまずですね、いつか、メディア報道によるとですね、バイデン大統領ですね、アメリカのホワイトハウスで記者たちから、最近中国が台湾に対してその飛行機めっちゃ出してると、なんかこう刺激してるんじゃないか、っていうことを質問されまして、こう答えました。私は習主席と台湾について話をしたと、で私たちは台湾合意を遵守することに同意したと、いうようなことを言いましたというお話なんですね、台湾合意って何なのかっていうことに関してはですね、バイデンさんは言わなかったらしいんですけどね、何なんですか一応ね、ロイターが言うところによるとなんですけれども、台湾ではなく中国を公式に認めたアメリカの一つの中国政策っていうのがあるじゃないですか、全部台あの全部中国だよっていう、それと台湾関係法について、言ったんじゃないかと言っていますね、アメリカと台湾の軍事同盟なんですけどね、台湾関係法っていうと、ちょっとだからふわっとしてるわけなんです。だいぶ何をどういうこと、一つの中国と言いながら台湾とも同盟を結んでるんですよね。そうめちゃくちゃ名前似た外交外交ですね、やっぱり武器売れるんでね、アメリカは台湾に武器めちゃめちゃ売ってるんで、っていうのもあるし、一つの中国っていうのにも、賛成してるけど、香港の民主化運動とか、台湾の、民主化運動とか、民主化運動じゃない、香港の民主化運動とかにこうお金入れてるのはアメリカですよねみたいな話もありますしね。一般的に俗っぽく言うと二股かけてるってことですか。バイデンさんが言うことやからね、もう何が含まれてるかよう分からんけどね、間違ってるかもしれんしね、言うてること一応は、好意的には受け止められたんですけどね、この時は、だからひどくなるふうには思わないじゃないですか。我々はこうちゃんと合意したんだ、っていうことが、合意したんだ、だからめちゃめちゃこれからも飛行機飛ばすんだっていうふうには受け止めないですよね、普通はね。でとりあえず北京五輪前なので、台湾問題はちょっと引いとこかっていうふうに中国がやるんかなっていうふうにこれ思ったんですけれども、思いきやですね、国慶節の連休、10月1から8までなんですけれども、この4連続でですね、台湾に対して史上最大規模の空中武力使、1から4の4日間だけで延べ149機が、台湾の防空識別圏に入ったというふうに言われてます。NHK さんの説明によると、ここですね、台湾ここなんですけれども、ここが防空識別圏ということで中間線がありますけれども、ここをこうなんかこう行ったり来たりすると、嫌がらせですよね、ちょっとビビらしてるんですよね、そうですよね。アメリカの国務省の報道官は3日ですね、中国に対し台湾への圧力をかけないように求める声明を発表したんですけれども、外務省の、カ・シュンホ報道官っているじゃないですか、気の強そうな感じの、
4日にコメント出して、台湾は中国の台湾であり、アメリカに口出しされる筋合いはないと強く反発しましたということですね。はい、で中国メディアいいところによるとですね、アメリカと台湾の民進党が中国から離れる扇動的な行動を改めない場合にはですね、台湾独立勢力に対する中国の軍事的処罰が引き起こされると。でこれは口先だけの脅しじゃないぞと。中国は繰り返し軍事力行使を警告したということですね。怖いですね。だから全然さっきあれ合意、台湾合意遵守することに同意したってどういうことってなってくるんですけれども、同じ時ぐらいに全部これ起こってるんだよね。で中国外務省また言ってます。アメリカが台湾に820億円の武器売却したよと、はい、あと軍艦を定期的に台湾海峡に航行させてるでしょと、でこれも挑発でしょっていうことで、はい、こういうことに断固として反対して必要な対応策を取り、台湾独立に向けたいかなる動きも粉砕すると、強い言葉でですね、これを否定しましたということですね。ということで、まあ、過去最大級になっているということですね、この中国軍機の突入侵入は。台湾は中国の台湾であり口出される筋合いないとか言うけど、日本の例えば日本の首相が靖国参拝したらめっちゃ怒るやん。めっちゃ怒るね。口出ししてくるで。めっちゃ口出すいやどこの国もそんなんやねんな。でちょっと台湾に味方したら飛行機飛んでくる飛行機って言えば戦闘機飛んでくるでしょそうなんですよ、大変ですよねまあまあまあそこら辺ね、まあ、中国やからってちょっと諦めてしまうとこありますよね。なんかねジャイアンに挟まれましたね本当にねどうしようもないね、ロシアもジャイアンからね、まあ、言って怖いジャイアンかちょっと、もうちょっとなんかこうめちゃめちゃなジャイアンかちょっと民主的そうな顔してるジャイアンか一番腹黒いジャイアンアメリカでですね、北朝鮮もジャイアンみたいな人が、ね、そうですね、でも結構いい人かもしれんけどまた一番いい人かもしれんね一番いいその中ではねCIA ですけれども、バーンズ所長、まあ、あの長官ですね、はい、今の CIA 長官なんですけれども、中国が提起する世界的な課題に対処するために、中国政府機関すべての領域にまたがる中国ミッションセンターを設立したと発表。CIA が対中戦略をこれで本格化させるのではないかというふうに言われています。まあ、中国がかなりのことをね、もう超限戦でアメリカに仕掛けているので、はい、まあ、もう対応せざるを得なくなったんではないかというふうに言われております。ただこのニュースは全然嘘ですよ。あ、嘘ですか。だってこれから諜報活動するのに君の国の全域にまたがるミッションしたよ作ったよなんて言うわけない。あ、ほんまですね。言ったらバレバレやねんか。ほんまやバレバレやね。だからこれはすでに終わったか、ただ単に脅しで言ってるだけで、あ、もうすでに監視はスパイ諜報活動はもう完全に行き渡ったから言ったのか、なるほど。でないと今からやるのに言ったらめっちゃ警戒される。ほんまやね。だからもう終わったから言ったのか、ただ単に言っただけかと。あ、っていうか もっと本当のこと言うと予算が欲しいだけです。ああ、そういうことか。中国を監視する、ね、全ての領域にみんなまたがる中国ミッションセンターを建てたいからお金いりますよね、センターも建てたいし人も雇わなあかんし、もういろいろコンピューターもっといないでしょ、いろいろなんってことですよ。なるほどね、そういうことか。さすがスパイおじさん兄さんって呼んでくれなんで俺の時は王子さんやんけど、お君年上なんだ。いやいや、一歳の差でお兄さんとおじさんって呼ばれるのおかしい。大きないわ40分の1や、43分の1や。僕小6の時中1やろ。いやいや、それはでかいでかい。いやいや、そしたらお前中3の時高1になるやんけ。でかいよ。いやいや、でかない中3にとって高1はもう雲の上の存在やないか。いや、だからおっさんなんて関係ないのそれ置いといて、はい、インドも停電。インドの北部州で石炭不足のためにもう停電が起きてます。たびたびね、インドって停電が起きることで有名なんですけれども、今回ここら辺ですね、大きな問題になっているのが、はい、まあ、政府データと住民の声の拾い集めてですね、取材で分かったということです。インド政府はですね、十分な電力供給能力あるって言ってたんですけれども、そうではないことが分かってきましたということですね、はいはい、インドって世界で2番目に石炭消費量が多いんですよ。お、中国が1位ですね、うん、現在石炭価格ですけれども、こんな感じでもうえげつない上昇を見せてます。お、はい、まあ、これがきっかけになってですね、
インドの電力の約 70% を供給している石炭火力発電所が135箇所あるんですけれども、うん、そのうち半数以上で燃料在庫がですね3日分を割っていると、うん、だから普通はですね1ヶ月分は置いとかないといけないよって決まってるんですよ、うんうん、それがもう3日分になっちゃってる、はいはいはい、っていうことでもう緊急事態になってますよね、うんうん、あインドの電力大臣は電力需要を満たす供給能力がない状況にはないと、うんうん、だから供給能力まだありますと、はい、いうふうに言ってるんですけれども、また別のですね電力関係の方はですね、うん、石炭の供給が改善されなければ2日後にはデリーでブラックアウトが発生するというふうにも言っておられる方もいます。ここでいろいろなんですね今で。ロイターがですね送電データっていうのはもう数字で出てますんで、これ分析したところ、はい、10月1から7日のですね電力不足分は年初来不足分の11% に相当する量だったということですね。ほうほうほう、この7日間だけで電力不足がまあ今までで100やとしたら、うん、その10分の1以上をですね今回だけで記録したということです。はいはいはい、でこれがですね昨年同時期の21倍やったらしいです、うん、その去年の10月1日から7日までの電力不足分の21倍やったということで、2019年同時期の4倍に相当するということで、まあまずい状況ではあるんですよね。つまりは、うん、レバノンも停電。はい、レバノンはですねもっとひどいです。全電力網が停止ということで、今後数日間は停止する模様ということですね。国内2つの発電所のディーゼル燃料が枯渇したということで稼働を完全に停止したということですね。まあ、レバノンの YouTube なんですけれども、もう車しか電気ついてないというような状態になっております。うん、まあ、昼はもちろん普通に活動できるんですけれども、電力がとりあえずないということですね。はい、これはインボーチさん的にはどういうものなんですか。例えば原発を推進するためにこんなにしてるとかではない。いや、もうこれは、うん、その言うたらインフレとスタグフレーションが本来の目的なんで、うん、そもそもずっとこういう流れあるじゃないですか、いろいろ、はい、病気とかいろいろあったじゃないですか。そういうところからインフレ、まずインフレスタグフレーションっていうのに持っていくっていうのがもう途中なんですけれども、うん、それが今起こってるって感じです。なるほど、うん、陰謀的おじさん的にはねこれで次はもうほんまに食料なんとか何にもできへん、動かれへんっていうような状態にもう追い込まれていくんじゃないかなというふうに思いますね。というわけで今回は終わりにさせていただきます。というわけでですね、台湾をめぐってはまあちょっときな臭い動きがますます加速してます。ますますですよ、うん、まあなんかね本当にないことを全然願うんですけど、なんかドンパチも起こりそうな、ね、雰囲気も、ね、まあ、発言だけ見てればそんな感じですけどね、うん、ちょっと実際どうなのか分かりませんし、北京オリンピックどこにどうなるか分かりませんしね、世界中電力不足も出てるということで、うん、日本も当然何かしら今後も大影響出てくると思いますんで、はい、その辺の話もまた今後していきたいと思います。うん、あと冒頭で言ったようにですね、コロナに関連してもこれぐらい超やばい裏話いっぱいありましてですね、皆さんお伝えしたいこといっぱいあるんですけれども、この YouTube ではできませんので、その情報をお送りさせていただくために、まだの方はぜひメルマガの方登録しておいてください。お願いします。動画欄に貼っております。はい、中国や停電とかね、こういうエネルギー関係の話まだまだ続きます。チャンネル登録お願いします。ます、この動画が良かったと思われた方はぜひいいねお願いします。動画概要欄にはこの動画に関する詳しい説明も書いておきますので、復習の意味もここまでぜひ一度見てみてください。それでは今回も見ていただきましてありがとうございました。まあ、日本はね今のところ電力不足とは起こってませんし、まあ、食料も、ね、普通にあるんですけども、うん、まあ、最近ね関東の方とか地震あって電車止まったりとか、その次の日には発電所とあの辺燃えて電車止まったりとか、水噴き出したりとかね、うん、和歌山ではね水道橋の水道管が老朽化なんかで破裂して水止まったりとか、そういう災害は弱いですよね。そうですね、まあ、もちろんね震度5とかの地震起こってあの速さで復旧したのは、まあ、それは素晴らしいことかもしれないんですけど、逆に困難、もし本当に中国が担われたり簡単にやられちゃいますよね。やられます ね、もうちょっと揺れ、ちょっとじゃないですけど震度5で偉いですけれども、そういうのがドーンと来ればですね、で、まあ、地震はまあしゃあないとしてもですね、うんうん、自然のことなので、うんうん、例えばその次の日に起こった変電所がなんかが燃えたやつも、うんうん、そこ一箇所燃えただけ関東の大部分、あ、東京の大部分の電車止まったりするから、あ、そうですね、そこ例えばテロリストが狙ったら電車なんか止めるわけですし、都市機能麻痺ですよね。和歌山の水道管も
老朽化言うてるけどほんまかいなと思うんですけど、うんうんうん、あんなバーンって爆破させたら水も止まるわけでしょ。そうですね。いやまあ電気もね基本的にもう一本からどんどん枝分かれしてるんで、そうですね、上の方へ直近って切ったら電気止まりますからね。止まりますよ、うんうん、なんでこんなに日本は防衛対策ができないんですか。できないようにされてるんでしょうね。もうだってもうヘロヘロじゃないですか。もうすぐ負けるでしょ。多分すぐ負けるでしょう ね直接対決になったらね、うんうん、自衛隊はね世界2番目の力はありますけど、うん、その力発揮することなく多分負けるそうでしょう、ね、ぐらい弱いですからね、うん、ですね。なんでこんな弱くなったんですか。いやだからね、うんまあ、結局あれですよね、あのスパイ天国やからやと思いますけどね、うんまあ、情報戦でも最初から負けてるじゃないですか、はい、でまあ、そのスケスケにしなさいっていうふうにアメリカに言われてるじゃないですか。おそらくそうなんですか。おそらくねそうなんですよね、まあ、だからもうどこに対してもスケスケやし、どこの国でも日本の土地買えるしっていう感じになってるんで、もうもっと言うとね、どこの国の人であってもちょっとここ席変えた選挙で、まあ、ああそうですね、うん、なんちゃって最近ですね、 YouTube がすごく規約が、ね、厳しくなってきてるんで、そうそうそう、こういう話もしかしできなくなるかもしれないですからね。さかのぼって消されるかもしれないし、ね、それが一番やばいからね。うん、もういろんちょっとねまた詳しくありますけど、もういろんなことで規制が出てきてもそうですね、うんうん、怖いですよ。自由の国アメリカとは何なんですか。いや自由っぽい国アメリカですよ表現の自由って何なんですか。え、表現の自由っぽいですよっていうこともね分かってきてしまいましたので、ですね、あとその辺もうまくやりながら、まあ、このねお送りできなくなったら元もこうないんで、えカミオ TV 自体がお送りできなくなったら元もこうないんで、ああ、そうですね、そこからなんとか、うん、なんとかしながらギリギリ行きながら皆さんにまた最新情報をお届けしていこうと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。